やはり普段会わない方とのです、ね、会う機会、会食をする機会とも増えてくる、まあ、それに伴ってです、ね、やはり感染がまた広がるのではないかという懸念もあるわけでございます、やはり楽観は許されない服部知事はきょうの定例会見で、医療への負荷は高い状況が続いているとして、引き続き強い警戒感を持ってコロナ対応に当たるようコメントしました。 その上で帰省や旅行の際は無料検査を活用し高齢者に会う際は家の中でもマスクを着用するなど改めて感染対策を徹底してほしいと呼びかけました県は発熱外来のある医療機関に対しお盆期間や休日にも診療するよう協力を要請していて今日の時点で245の施設が対応することになっています お盆期間や休日に発熱などの症状がある場合どこに相談・受診すればいいのかと思う方も多いと思いますが福岡県のホームページで新型コロナウイルス感染症ポータルページを開くと休日などに開設している診療・検査機関の一覧が公開されています。そそちららでで、確認するるか、ご覧の番号に問いい。い合わせてて、くださいそして重症化リスクが低いと考えられる40歳未満で 基礎疾患がなくワクチンを2回以上打っている人は、抗原検査キットの無料配布も行っています。申し込みの手続きや陽性となった場合の対応など、詳細については同じく福岡県のホームページ上にある発熱などの症状がある場合の相談・受診方法の一覧に記載されています。そちらで確認してください。